ホストで稼いだ金は全部建造に使ってます。人類の祖先です。山です。なんか言おうぞお前もな。ダッシュ村の城島を意識してますとか言うよ。なんかこのこの感じ、城島意識してます。これもボケなあかんの。いや、なんか言おう。一口言え、一口。あ、これこれって移動席ぐらいなら全部で走れます。本日はアキネータークイズ。知らん知らん。あ、なんだアキネータークイズって何。俺らがさ、中学高校の時に流行らへんかった。アキネーターって何？名前人の。なんかさ、あのランプの魔人みたいなやつを見てさ、なんか誰か一人思い浮かべます人物を、漫画のキャラでも実在する人物でも誰でも何でもいい。何でもいい。で、そいつが質問してくるね。はいかいいえだけの質問で当てるみたいなやつがあってさ。知らん知らん。それがええやわ。知らん知らんって言うやん。そう、知らんって聞いてる。その対決をする。で、それちょっとワンピースで。あ、絞ってたんやけど、さすがに俺も、ドラゴンボールのミスターポポとか言われても、お前、弱い、ミスターポポ、強いぐらいの知識しかないから、ずっと言ってるよな。なんか、ワンピースの中でも縛る。だって、俺らがお互い知ってるキャラじゃないとあかんくない？あー、なるほどな。ちょっとすごいマニアックなもんやね。あー。それこそ、コビーはいいけど、ヘルメッポーみたいな。ガープはいいけど、キヌガサはあかんみたいな。広島東洋カープの。一番最新の情報にする、ワノ国編に出てきた。メンバーの主要キャラ限定。あー、オッケーオッケーオッケー。じゃあどっちが先行を決めよう。あ、はい、じゃあ俺がまず出題。あ、考える、頭の中で考える。俺が頭の中で考える、あー、映ってるかな。このキャラでいきまーす。オッケー、はいはい。それでじゃあまずこれ、はい、そのキャラクターはローが3つ以上ついてますか。やめろ。ギャルのパンティー多くれぐらいもったいないな。あのドラゴンボールの今なしにしてマジでいくね。それは男のキャラクターですか。はい、大丈夫。これ何回までチャレンジしていい。質問はその勝負、質問勝負やんか。で、回答権は3回にしよう。3回もあるの。あ、オッケー。その方は、はい、悪魔の実を食べましたか。はい。うわ、だいぶ絞れた。一発目でいいって。じゃあいいまだ鍵やけど、あと2回あるもんな。そう、マルコ。残念。まあまあまあ、そりゃそうやな。今の段階じゃそうやな。誰見せ。力強い、お前。まだじゃん、お前。力強い、よい。3つ目いきます。そいつは四皇および四皇幹部。戦闘シーンはありましたか。いいえ。ない。ない。だいぶ絞れた。じゃあ全然主要キャラじゃないわ。チャレンジしようかな、3つ目でいい。アプ。あー、あ、これじゃあ慎重にいかな。もう次間違えたら次モテつきだからもう負けやるな。もう負け。そいつはルフィたちとは敵ですか。ルフィたちと、はい、敵対してる。してる。5つ目な、うん、その悪魔の実の能力は、はい、ゾーン系ですか。あ、もっと絞るわ。恐竜系ですか。古代種とかさ、なんやろ。あ、恐竜ってくくりはないんか。だから多分、あ、それやったら古代種になるんじゃない。あ、じゃあ古代種に絞ろうかな。古代種ですか、うん、はい。飛び六方か、大看板。次6個目な、質問。はい。あ、だいぶ絞れた、もう行こうかな。はい、よくごめんね、飛び六方のウルーティーとかはビッグモンと戦ってるわ。で、あ、佐々木やろ。え、フズフは違うんよ、古代種じゃ。佐々木、このあれや、4つや、4人に絞れた。古代種や、OK。これやめとこ、チャレンジやめとこ、まだ怖いな。行くで、質問する、はい、6個目。そいつは空を飛べますか。あ、待って、もったいない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 な。そいつは空を飛べますか。え、空を飛ぶっていうのはあれやんな、あの羽みたいなので飛ぶってことやん。いや、戦闘中に飛んだ描写もあったらいい。あー、飛んだ描写はあります。はいはい、お前今のでだいぶヒントになった。だってキングやったらトンガで入ってるとさ、いつも正解言っていい？いいよ。これ外したらどうしよう。え、多分な、外すで。え？ちょっと一回整理していいか。マジ主要キャラやんな。主要キャラってか知ってるやんな。知らん可能性ないよな。知らん可能性はない。ないよな。絶対ない。7個目質問していい？はい。そいつは、ゾロ3時、ルフィ3時、ルフィ、ジンベを除くやつと戦いましたか、麦わらのメンバーで。ルフィ、サンジ、ゾロ、ジンベイ以外と戦ったか。うん。いいえ。ああ、じゃあもう消えた。佐々木は消えたわ、じゃあ。あ、絞れた。オッケーオッケー。フーズフーか、キング、どっちか。ハチ君な。いきます。はい。そいつは、ゾロと戦いましたか。いいえ。あ
ゾロと戦ってないってことはジンベイとサンジのどっちが戦ってるな。待てよ、サンジクイーンは止めたっけな。むずこれ。フーズフーが何の悪魔の匂いか忘れたわ。あーもう当てくらい質問しよう。サンジと戦いましたか。いいえ。ちょっと心配。じゃあそいつは、はい、私どうすんの。ジンベイと戦いましたか。はい。フーズフーなんでここで。いや、あの一回しか答えられへんっていう。それはそういうこと。高校やったら攻めたい俺も。先輩やったら俺がミスったらこのお前25分くらい無駄やんけ。めっちゃフーズフー生き残ってる。全然逃げてこうへんなって。お前、髪で避けた俺の回答。避けてないよ。映してないじゃん。1、2、3、4、5、6、7、8、9。10個質問した。10個目。これでもあれやんな。8個目でいけてたってことやんな。普段でもこのゾーン系ですかみたいな。うん。で、こいつら古代種って書いてたやんか。フーズフー知らんかったわ。悪魔の実食っとってんな。そいつなんか猫猫のあれやん。これ古代種なのそれ。そんで見た、サーベルタイガー。うわ動物系古代種。それのせいで余計わからんくなったわ。古代種じゃないって言ったから、あれ古代種じゃないなと思いながら。あこれで。じゃあ行きます。うん。その人は悪魔の実を食べてますか。美味しそうに食べた。美味しそうに食べた。うん。じゃあ次はその人は麦わらの仲間ですか。仲間です。仲間じゃない。いいや。うん。じゃあその人は覇気は使えますか。ああこれ分からん場合はどうすればいい。使えてないかな。あごめん余裕で使えるわ。あ使えなかった描写あったわ。余裕でどうするでしょう。その人は男ですか女ですか。男。これは強い系のやつやろ。1回ぐらいチャレンジしとけよ。お前すごいとこ見せろよ。一旦行く。うん行けよ。多分なんやろけど、うん、カイドウ違う。じゃあ次5個目。その人は武器使えますか。あー武器メインとかそんなんじゃなくて武器を使ったことがあるかどうかやな。うんある使う。その人は、うん、恐竜ですか。違う。7個目や次。その人はゾロと勝負しましたか。してない。してないんか。してないしてない。次8個目やんな。うんその人は百獣海賊団ですか。はい。ああどう言ったらええんやろうな。あむずいんや。カイドウ側。百獣海賊団ではない感じか。あ難しい。ごめんその質問。ああなるほどな。ごめんこれだいぶヒントや。それ8組入れたらわからない。百獣海賊団わからない。あれあいつ何やったっけな。その人は最終的に麦わら側につきましたか。うん、そのお玉の一件とかもありで、もういろいろああいうのなんかいろんな要素ありで。最終側についてない。いいえ、ついてない。うん。9個目やろこれ。それ9個目今まで。今2つ答えへんだけどどうせ引き分けか負けやからもう当てに来いよ。10個目質問したらどうしかないやん。じゃあ。あと2人答えれるんだよ。CP9、CP0。ブ。あ、CP9、CP0、おまわけ。2つ言ったな今。でも分からへんな。 あと1個だけ、あと1個だけ答えれる。あいつか。誰や。カードで占うやつ。あー違う。バキお前バキあれじゃない。ホーキンスやろ。うん、ホーキンスはカイドやん。ボスはあれは。ホーあ、あれはカイドになるのか多分。うわーって言うで。楽器のやつ違う。アップもカイドやろボスは。うん、あそれカイドか言うね。発表します、はい、元阪神タイガース平野圭一。誰が当たんねん。嘘。正解は勘十郎でした。黒幕やんけこいつ。まあ最終的には俺もこいつを裏切ります。以上勘十郎でした。ありがとうございました。